はい、今日もね、またカレー粥を作りますね。こういった、パッと見ね、これ、本当にカレーかなって思っちゃうんですけどね、カレーなんですよ。甘口。ま、全部もう下ごしらえはできてますね。じゃあ、あとはお鍋で煮るだけです。あ、お湯も沸きましたね。ちょっと早かったね。はい、それじゃあ、こんな感じで始めますか。バターです。はい、じゃがいも すごい量。玉ねぎ。あ、お、なんか跳ねた。おや、ニンニク。元気の音。人参、玉ねぎかニンニクかわかんないけど、目が鶏肉。なんかキリキリしてる。まあ、キッチングヒーターのところにね、水があるとね、キリキリするんですよ。これで大丈夫かな。まあ、鶏肉はね、あと半分残ってるんですね。まあ、何にしようかななんですけど。
これはね、マギーブイヨン。これはルー。まあ4個全部入れちゃえばね、こんな小さいんですよ。デミグラスソース風のカレー。お湯です。じゃあね、アクを取りますよ。あまりアクは出ませんね。マギーブイヨン。あ、少しこんな感じでね。もう入れちゃおうか。もう面倒だからね。二層構造になってる。面白いね。早かったね。
まだじゃがいもとかシャリシャリすると思う。前服着たから、まあ熱は通りやすいけど、甘いには早すぎる。レーズンなんですよ。今回少し多めに入れようか。ほら、もうみんな溶けたかな。どうするかな。まあご飯でもいいんだけど、ちょっと考えましょう。もういいでしょ。こんなすごい感じになる。ルーが固まってる。なんだなんだ。完成です。まあ、おうどんでもご飯でもなく、パンでいきます。早かったね、今回も。じゃあね、こちらに装いますね。どうでしょうね。すごい分量。あふれそう。じゃあ置いてきちゃいますね。あ、パンが焼けたかな。こちらのパンはね、まあ、不思議なパンというか、オレンジブレッドって言って、なんか、見た感じですね。オレンジが入ってるそうなんですよね。なかなか美味しいんですよ。そ
それでは、あ、写真ですね。まあ、写真でね、こうにして、じゃあ行きますよ、写真撮影。じゃあまたカメラのアングル上げますか。あ、塗るとこまでいいか。すごい分量。こんなにいっぱいだもんね。あまりたくさん置いても。今度はね、はい、ここのちょうどドアの幅おいしいですね。オレンジブレッド、オレンジの甘みとカレーで、そしてまあ干しぶどう、レーズンも入ってますからね。美味しいですね。カフェオレです。カフェオレ。はい、今回はまあチキンカレーで、まあパンにつけて食べました。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。